あ、でもそれはなんかロンが通ったからな。でもタイミング完璧だった、さすが。ドレッドハンガーは協力と裏切りのサバイバル人狼ゲーム。北極を旅する8人の探検隊の中に2人の闇の傀儡が潜んでいる。探検隊は船に燃料を入れ前進し、4日以内に脱出できれば勝利。しかしマップの最後には氷山があり、ニトログリセリンという爆弾で破壊しなければ脱出は不可能だ。探検隊には8つの役職があり、それぞれ異なる能力に秀でている。各々の役割を果たし脱出までたどり着こう。一方で闇の傀儡は制限時間内の脱出を阻止できれば勝利となる。傀儡はゲージを消費することで視界を悪くするホワイトアウト、ゾンビを召喚する傀儡召喚、透明化して高速移動ができる幽霊歩きという3つの特殊能力を使用することができる。しかし能力を頻繁に使用するためにはトーテムを制作しなければならない。また傀儡の撃退には6桁のパスコードで開く武器庫のマスケット銃が大いに役立つはずだ。全てのプレイヤーは死んでも一度だけ船の牢屋からリスポーンすることができる。牢屋から出るには鍵で解放してもらう必要があるが、傀儡は幽霊歩きを行い自力で脱獄が可能だ。会話や残された証拠から推理し潜む傀儡を探し出せ。極寒の地北極で勝利を手にするのはどちらの陣営か。いざヨーソロー。やっぱりアモアス界隈ではヨーソロって言ったら影丸なんで、これはもう俺のものです、代名詞。なるほど、どうなの、なるほど、代名詞ね。使用料を請求すればみんなに、あ、じゃあ10万取りますよ。やばい10万、うん、商標登録。困りますわ。こういうダイヤモンド。おお、マジかよ。ちな、僕ストレートです。あ、フラッシュです。3ペアってなんだよ。6枚持ってるじゃねえか、お前。3ペアも。ずるいぞ。やだ。6枚計算になっちゃうから。俺の勝ちだ。殴ります。弱いやんけ。傀儡か。傀儡なの？喜べよ。やったー。村だ。ライト君またスケが。黒い。ライトさん一人でずっと行動してんの、みんなについてこないんだね。え？ライトさん。困るんだよね。ちょっと遅いわ見るのが。足りない鍛錬が。忘れてました。影丸くんがいるとそんなわけある。こんなに話して1個で点火ですよ。1個で。はい、今2つで点火。はい、3つ目じゃ入れました。僕に出た。やってるよ。すいません、もう圧政の時代は終わったんですよ。今は平等の時代。そうかな。行って。そうかも。そうかも。すげえ接触されてる。石川版、石川版、石川版しか刺らない。すごい弱々しい声を。どこかわかんないよ。え、矢の音、気のせいか。空振りもしていきます。でも決めようと思ってきた。これはやってそうですかね。やってそうですか。いや普通にそこにあるじゃない。おい、石炭納品誰も来ないよこれ、大丈夫。今さっくんが持ってくってた。何も手前持ってます。まず手前誰が取ったの。手前取ってないよ。取ってないです。あ、待って。いや嘘だね、そこら辺にいる人でしょ。手前取った人見てる、誰か。少なくとも俺は一番最初に石バックだけ漁って左に抜けてるからわからん。素材だけ集めて帰るか。どっち、誰取ったんですか。
洞窟で何ですか。あ、バカ、びっくりじゃん。なんで前入ったの今。泣き方が小学生だな。悪かったって。本当にももみちゃんの声かこれ。新しいサボタージも導入したんすよ。あ、そうなんだ、ボイチェンね。そうそう。あ、いや、あげるよ、こんな感じ。矢崎の詫びで泣き声担当かもしれない。そうだよ。ここの銃弾は捨てておきます、危ないんで。この辺全部漁ってんね。あまりある人、生棒了解。骨落ちてんだけど。やってるやってる。やってるね。オオカミいる？いや、この人数いたらオオカミ余裕でしょ。あ、ごめん。ナイス。外していく。外していく。おい。ナイス。外していく。私の力を見たな。見ただ。お肉もらえますね。見ただ。石炭持って帰ろう。おおお、石炭持って帰るを。おおお、木がいらねえな。銃声した、銃声した、銃声した。昨夜クロ、どういう状況、どうした、なかった。ん、何が起きてる。とりあえず素材持って帰るか。誰かいます近く。誰だ、ミジュキチ、はい、なんか船言ってます。おい、めっちゃ曲がってる、めっちゃ曲がってる、船めっちゃ曲がってるよ。まあいっか、もう多分誰かやってんな。船長か、船長って誰だ。アベリージか、アベリージ昨夜出てるじゃない、あの辺にいたの。とりあえず戻ろうか。やってんねー。いや、わからんね。何があった。誰来るですか。誰来る。アベレージ、アベレージ、了解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 。なんか昨夜って話は何だったの。わかんない。福屋さんやってるやつ。何で揺れてる。福屋さんにやってるって伝えたんですかね。あの、普通にアベがグラスね。オッケー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 。北京的 VTuber？ 北京が外来です。了解了解了解。入れる？なんか、あ、今2個ある。え、あのさ、ライト君が最初になんかサックンガンみたいなこと言ってたの、何だったの。いや、サックエンジニアだから。あー、そういうこと。入れてないなって思ったけど、もう見たらやってって。これ狼島の奥の2個ね、手前の2個は知らない。うんうん。これ誰か木ある？解毒だけ作っときたいんだけど。カミー持ってきていい。3個だけちょうだい。あ、じゃあ前から渡す。前からの。はいよ。はい。部屋さん。一度開け。わからせよ。わからせ、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 わからせ。やば。木何？木、あの牢屋の前に置いておきます。いいです。で、2個入れます。上げ方はやっぱね、平均的だった？そこそこ平均的、了解？入れた入れた、ついてるよ。はい。はい。とりあえず鳴らしとくよ、引き続き。ホワイトアウト入らないね。はい。入らない。これ左進行で、左進行。撃たれてるよ。え、撃たれてる？誰が死んだ？今アベレージ君、アベレージ君が帰るで、今アンズさんが撃ってる。あ、オッケー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 。開ける開ける開ける。どこいる？これだよね、ヤク。大丈夫だよね。そう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 。やっちゃえやっちゃえ。どこにいる？やっちゃえやっちゃえ。アベレージ君のことをことをことのところ。え、だこれ二回で変え、二回でもう決まったってことね。え、ごめん、誰と誰？一回だ一回だです。一回だ。あれ？アベレージ君起こした？あ、アベちゃん、アベちゃんじゃね、アメちゃん起こした。アメちゃん。あっくんは今開けた開けたもん。アンズちゃんフォローしに行こうぜ。これ、アンパンマンもいる。アンパンマンいるよ。左進行で行くんで、石炭ください、石炭。左進行でみんな。了解、左進行ね。なんて言ってんこれ。
飯まだかーい。まだでーまだかーい。まだでーよかーい。びっくりした。俺それ終わったらさ、解毒作りたいからちょっとあの開けてほしい。解毒とねお茶作るわ。はい、了解です。ちょっと待ってここで温まってよ。じゃあ背中をこうドアにつけて温まってます。クソ寒い、クソ寒い。あ、そうです、クソ寒い。まだ触んないと。ナイスー。ちょっととりあえず1個、じゃあもうどうせ作れるんで毒味します。はい、了解です。出来たて熱いからね、みんな気をつけて。みんなーご飯の時間だよ。オッケー、触ります。みんな食べないと大きくならないよ。トライトライ。これがご飯開けます。見えた。出来たないの入れない。まっすぐ、左まっすぐで。誰も持って帰ってきてないよ今。今やばいよ、やばいよ、やばいよ、やばいよ。ドライブ1個だけ入れてます。怖かったら抜いてください。お茶1個飲みます。ご飯1個落ちてます。だ、前の方の石炭ももう集めちゃった方がいいのか。あそこ誰かいる、あそこ前誰かいる、前誰かいる。ランタンつけてる。誰だあれ。左ルート行くよこれ。了解。そう、さっきなんかライトコム左ルートつってた。ファイトアウト行った。できます。ここにいるのが未収作と、あと誰、船いる、誰か。もういない、もういない、いない、いない。そうだ ね、 そうですね。これ前、あ、前降りるのよ。ちょっと前降りる。なんで前誰かいた、うん、あ、ライト君か。オッケー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 。あ、これど、これ、これいける、これそっちいける、これいけるか。あ、いあ、やばい、これいけないかも。あ、いけるいけるいける。めっちゃお腹なったわ。石炭取った、とりあえず俺石カバンとか漁って帰るね。はーい。石カバンが、あ、ちゃんと石カバンだけ開けてない。えらい、ライト君結構白目。待てか、ライト君最初に気づいてるからな。いや、ライトがめちゃくちゃ運転しますからね。うん、しょ、うん、高台の持ってきました。背骨砕かれたの。ナイスー。タンコこっちから帰ろう。こっちが一番寒くない。あずちゃんが持ってくるって言ってた。了解。あずちゃんが2人で戻ってくる。了解。はい、ボックさん、あ、ご飯欲しい方置きますよ。ナイスー。はーい。あ、あ、こっちもいただけないですか。これこっちめちゃくちゃ結局遠かったわ。こっからジャンプするか。微妙。すい、これが一番最短。これ動かせる人いない感じですか。動かせ、入れていいよ。一旦もうかります。キッチンの前に来たらご飯出します。誰も持ってない感じなんじゃ、これ乗らなきゃ。そうそうそう、投げるわ、投げ入れるわ。運転します。はーい、投げ入れます。タックン、じゃあ運転する足元にご飯を置きます。投げて投げて投げて投げた。一個だけ、二つ。あ、オッケー、あったあった。最後はいいか、あとはお茶にしちゃうか。入れてやってほしい。左まだ浅いよ。お茶にしちゃって飲んじゃった方が。了解です。みじゅきさん、ご飯いただけますか。最高。了解です。オッケー。キッチン前にいます。ナイス。中見てる。はい、持ってきます。左石炭さってほしい。この流れ、ありがとうございます。はい、よお肉欲しい。アメネコアンズ帰ってきました。アメネコアンズ帰り。はい、石炭4つと、あの、アメネコさんの下に入ってた分があるから。了解。今ちょうどいいんで。オッケー。これ階段で駆け抜けてる。誰か洞窟行かん、このルートなら。うん、行っていいと思う。誰か行こう、一人怖い。はい、4つ目。あ、もう、誰も来ないんだ。俺一人で行きます。あ、よかった。小花石か勝たない。何でも大丈夫かな。じゃあ船だいぶいないね。了解。あ、待って、ガオガオ言ってる。あ、大丈夫。あ、ナイスナイス。じゃあ俺ちょっと酒で塞いでよ。お茶うますぎ、笑った。まず骨は漁られてます。石炭はあります。待ってね。あー、ここの物資ない。死体もない。フィギュアスだね、それは。とりあえず
注射つくとこありますか？ないです。なんかもう漁られまくってる。ここはここ漁られまくってる。ない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 何もない。鉛ないな。骨とかも漁られてるから多分ね、とても疲れてると思うわ。どっかにかここは落としない。いや、ある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 。え、ここは取った。なんだって、アンズちゃんなんて言ってた？あるあるってさ。アンズ？とってもか。アンズ？アンズちゃんも再臨してくる。帰れます？船めっちゃ進んでますよ。うわあ、マジかよ。ナイス。この前通りたくないんで泳ぎます。アンズどこにあった？洞窟付近、向こう側の。ああ、じゃあ、オッケーオッケー。そこのね、あそこに鉛ある。ここの弾薬庫も漁られてないよ。あ、オッケーオッケー。ミス。ここに鉛ある。僕じゃあ歯車。あ、俺持てない分持ってくよ。歯車持ってるから。歯車持ってるよ。もうそこの弾薬庫に。え、待って、あそこにトーテムない？はい。あ、これトーテムでしょ。あ、あるある。え、待って、今ミジキチ。今右ミジキチ、こっから来たでしょ。は、これミジキチじゃね？え、だって絶対ミールイチから帰ってきてたよね今。え、だってここから来て分かんないことある。あ、オッケー。いや絶対ミジキチ。俺ローラーでもいいレベルでしょこれ。だってあそこから来てあれ気づかないわけないじゃん。ローラーはしないで普通に落としていいか。アベミジュ、ミジュ、アベコマ、アベコマだろこれ。オッケーオッケー。俺はもうその目線で行くわ。じゃあってことはご飯を頑張って警戒しましょう。ご飯がねもうないや。それはしょうがない。え、どうした？どうした？包丁なくなっちゃう。包丁なくなった？あ、グーグー。包丁ありました。殴りかかってご飯あるかな。いや、いいと思う。あ、ちょっとここも引っかかった。ご飯ありますか？ご飯ない、ご飯ない。今日ご飯誰？ご飯。あ、それこそ水吉だわ。じゃあ、あとは水入れますね。船の中にご飯ありますか？何回も捨てた誰か。今船の右から何か捨てたよね誰か。そんなことしてないよ。あれ、あ、じゃああれ氷かも。これ誰がいる船今？船は酒屋君だけ、僕は運転してるから。あー、マジか。あのね、左のあの困りみじゅくさんが。そこいる、そこいるよ。クマクマ、そこ下いるから下。あ、ちょっと俺これ乗れないかも。やばい。今減速してるよ。 ありがとう。ミジキチが来た方にトーテムあったから、俺アベレージミジキでいいと思う。ローラーでいいレベル。俺とローラーしてくれていいレベルで疑ってる今。ご飯が欲しい。じゃあやるわ。はい、ご飯あります。船にちょっと待って。とりあえず温ましてほしい。ミジキちゃんいるよ。ミジキチさ、ミジキチさ、はい、左さっきのあの左の崖があるところのさ、とこ漁ってましたよね。はい、アザラシの肉取りましたよ。そうですよね。そこにトーテム2つ立ってて気づかなかったですか？え、立ってました？うん、100、うん、めちゃくちゃ分かるところに立ってた。じゃあその後だと先に立ったね。一番最初に船に立ってて。後だとしたら誰が来てた？って言える？置いてった人が。誰だ？そう、モモミアンズ影丸は絶対できないの。影丸くんは洞窟から来て出てって見つけてるから。そうで、アンズちゃんはね洞窟の奥のトーテムを壊してるから、俺目線はもうミジキチが見逃してるか立ててるかの二択で。そうかもしれないですけど、全然石炭さんとクマのところ持ってきましたよ。なんかクマタケ取ってる人がいた。落としてーなー。俺も石炭あるからここフラットなんだよな。いや、石炭入れて進めよ進めよ。あー、マジ？マジ本当に？俺めちゃくちゃ疑ってるよ。そのトーテムってさ、誰かけてた、誰が見てたの？俺と、モモミアンズが見てて、俺が最初に見つけて俺が壊してるから、うん、俺はローラーしていいレベルって言ったけど、正直落としていいと思ってるレベル。俺が落とされる理由がない。でも石炭入れて、石炭入れて、とりあえず石炭入れてますわ。
これ落としちゃダメかな。怪しい動きたら一発撃てばいい。キッチン使わせてください。そうだね、そうしようか。はい、まだ入れていい。あ、キッチン使わせてください。ちょっと早く入れられるかもしれないから。オッケーオッケーオッケー。バックする途中でも大丈夫ですよ。僕は後ろ発射なんで。ローラーっつうか別にもう、うまそうだな。後ろ見とくわ。いやーこれ握手だったかな。マスケット開くときに俺もらえない可能性が。いやでも俺のことを白いって言ってくれると思うんだよな。アンズモモミが言ってくれると思うんだよな。あ、そっか。え、クマ泳いでるけど。あー、そっか、で呼ばれたのか。アベレージ、アベレージが呼んだのかな、多分。ご飯もらいますね。あ、ほし、あー、もらおう。俺ゲットあるから。毒味します。はい、ちゃんと。あ、ちょっと大丈夫かな、誰か。しないでね。ナイスこれは、ミジュキチだけの肉。はい、ミジュキ作ですけど、アメネコさんも一緒か。あー、なるほど。僕は後ろが来るんで、大丈夫です。あー、帰れ、紹介呼ばれた。はい、了解です。あ、僕はミジュキにやられてる。あ、そうだ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 。あ、アンズちゃんもなんか呼ばれ、なんかその後打って対抗してたみたいな話してる。アンズちゃんがそれをあの、そうだよね。だからアンズも白目でしょ。アンズちゃん、あ、いや、アンズちゃんはね、黒のことほぼない。そうでしょ。だからやっぱり、ね、あ、だやっぱり俺はもう歌われる。まあまあいいか。対戦誰がいる今。これ右の洞窟って言った？行ってない。ないと思います。はい、行くレベル。今ご飯のあれ、あ、だから20近くまで行けばいいじゃん。二人で行った方が良くない？怖え、そうするか。帰って行こう、帰らないで。みじゅきちゃん、行こう。待って、今のこれ召喚大丈夫？絶対俺らじゃねえな。行こう行こう行こう。肉集め、肉集めよ。オッケー。怖い、ほんと怖い。え、ほんとに怖い。いやー、めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。すごい、しかも不敵なタイプの笑みや。大丈夫ですよ、こちらは死ぬだけなの。でもこれ怖い。白だった場合どうなります？の場合はマジでミジュキチ。いや、俺はめっちゃ疑ってるけど、ミジュキチがあのトーテムを見逃していて、で、他に単純にた、いや、でも待って、見逃してたパターンぐらいしかない。え、だからさっきの傀儡召喚とこれで俺らもしかして隠し色じゃない？あれ？あれ？ちょっと待てよ。まあいいや、とりあえず肉持って帰ろうか。ん？これは、あ、だ、もしかしてマジで見てなかっただけ？めちゃくちゃうまいし、やばい。マイクがボソボソになるって言ってるか本当に分かんない。あら、本当にめちゃくちゃうまいし、サクヤとかの流出があり得る。あー、サクン、あー、サクンか。はい、ミジュキチいる？おお、待って。これどっちだ、これ。時間かかる？あ、まだ来てる、まだ来てる、まだ来てる。これはミジュキチだな、ミジュキチ白だわ。え、待って、マジ？え、じゃあ誰？本当に言ってる？マジか。オッケー、ミジュキチ白、ミジュキチ。あ、オッケー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 、寝かせ、寝かせ、ちょっと待って。寝かせ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 。今ミジュキチが傀儡召喚受けた。で、白隠してる。マジ？だから多分マジでごめん。だから俺の勘違いというか、見ま、見落としてただけだと思う、トーテムを。マジでごめん。え、ガチか。いや、俺はぶっちゃけもう完全に疑ってたけど違ったわ。うん、じゃあちょっとサッカー危ないか。とりあえずここの人肉と骨は取られてなかったから、骨の人肉集めて持って帰るわ。オッケー。いやーもう今なんか LINE もらった人いる？私、ごめんね、カズマル君。いいんだよ。
あーそうかも。公式アカウントかな。今東大の方で流星して誰か死んだ。あじゃあ安倍ライト癖桜井、うん、桜井のどっちかかな。安倍ちゃん確定してるから桜井の二択かなって感じ。あ、ご飯欲しいな。あ、欲しい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 。ありがてーありがてー。みじゅきちしろでかいな。俺が死ぬほど疑っちゃってたから肉集めて帰りますね。え、に、うん、あ、じゃあ肉どうかな。これ戻ってこられたら終わる。大丈夫そう。これぐらいでいいか。いや、ちゃんと完全に集めた方がいい。オッケー大丈夫。完璧。任せろアベレージ。よし、これで10個で普通にシチュー作れるから戻ろう。肉10個きたよー。シチュー足りてる？誰が黒になる？来作の2択。さようなら、マト。あ、え、アベレージ？来作の隠し色です。え、じゃあ昨夜だ。さん通したっぽいです。俺隠し色だよ。は？どういうこと？教えて。状況。とりあえず2個とする。一番最初にアベレージを出したのは昨夜と来作だから。でしかも今クマアベちゃんやりって、アベちゃんに撃たれたのが俺で、で来作もクマにやられたから、消去法でパゲッティになってるよ。だからワンダウンさせてほしいけど。あ、ごめん、だとしたら俺が未熟地を傀儡召喚から助ける理由がなくないか、うん、いや、だとしてもじゃあ誰になるじゃん。いや、だからごめん、クマで倒されたのは別に傀儡召喚じゃないのであれば別に事故ありえると思うけど。やめて、ごめん、最初に阿部ちゃんを追い出してんだ、一緒に。はぁ、あ、え、ごめん、それだけで城を取るのであれば、その死の要素を取るのであれば、散々疑った未熟地を俺が、うん、起こしたっていうのも同じ城になると思わない？いや、じゃあ誰になるか。いや、だから普通に熊で落とされているのがライト君なのであれば、うん、ライト君が怪しいと思う。サックンはもう帰れ召喚受けたのね。熊じゃなくて普通にライト、あ、ごめん、待って、じゃあサックン、待って、どっちが帰れ召喚受けた？どっちも？変えない召喚。ごめん、何の話をしてる。今俺がニトロ持ってたら、うん、撃たれてそれを助けてくれたのがライト君で、ライト君もクマに殺されたから、うん、アベとライトの二度はないの。あー、そういうことか。あ、だとしたらサックンとの対抗になるから普通にローラーしてもらったらいいんじゃないかな。ライト君が白い要素は、あ、じゃあサックンの白い要素ってニトロ運んでたんだけど。俺がアベちゃんに撃たれてるんだよ、だから。うん、いやだから、いやごめん、昨夜ライトが一緒にいる、状態で撃ってきて、それで白は俺よくわかんないから。あとこの肉はなんだ。ローラーリューザー、カゲピー、で先に。あ、いいよ、だから、だから第三者呼ぼう、ね、だから第三者呼んでもらおう。それでいいわ、第三者呼んでローラーしよう。それだったら俺飲めるわ。誰か来て、一人。多分来作だって他にしようって、みじゅきが隠し、待って、あっくんとか、あ、じゃあっくん隠しようで、あ、あんずちゃん、ローラーするよ、ほぼ黒じゃないな。うんうん、いいや、うん、俺さっくんとローラー飲めるわ。オッケー、ちょっと待って、はい、じゃあ見といて、あ、注射持ってる。いや、注射持ってる、はい、落とそう。浮いてあげて、俺一方的に殺されてるんで、一方的に殺されてるんで、早く殺してください、さっくんを。早く殺してください。俺注射持ってるのは医者だから注射持ってるよ。俺さ、じゃあさ、起きた俺にその注射2つ刺してもらっていいです？それでいいですか？開けて、俺鍵2つ持ってるんで2人とも開けてもらって、で、俺に2本とも注射刺してもらっていいです。俺の持ち物は黒くないんで。本当だ、2人ともそんな黒くないんだけど。いや、俺身近に起こす理由ないって、あそこで。だったら絶対バレんだから、
あそこで切っちゃうって。いいですか。僕の鍵2個で2人とも開けちゃっていいですよ、さっくんと俺。うん、その2人開けるね。え、なんか海外召喚と熊呼びのなんかあれがよく分かってなくて、俺ここ動かないから。あれこれ誰？よりによりあれ、ああ、みじきちも死んでるのか。じゃあもうアンズちゃん入れていいよ、もうサクン開けてもらった。ミックと木材、あれサクン開けてもらった。22枚あるからいけると思う。あ、サクン、ね、隠しかもしれん。は、え、なんで、え、ごめん、じゃあ、え、じゃあ話違うわ、ちょっと待って。ええ、待って、でも今開けてもらってて横にいましたよ、誰だろう。あ、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫。え、それ影丸、影丸、え、どえじゃあローラー、ごめん、じゃあローラーはおかしかったわ、ごめん。だったら俺1段でよかったわ。え、待って、え、な、え、サク一回死んでんの。ラベリージくん、ラベリージくん、ラベリージくん、あー、OK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 、 当ててる、ラベリージくん、お願いします。早く検討して返してください。ライトくんやん。痛い。あ、カゲマルか、カゲマルだ、カゲマルだ、カゲマル。 OK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 、 やったナイス、ラベリージ、ナイス。あ、撃たれてる。あ、いる。カイヘいる、カイヘいる、カイヘいる、カイヘいる。ナイス、ナイス。いやー、これ。おい、ベッド争奪にしようぜ、ここの。俺が一番だ。俺がもらうんだ、ここのベッドは。よし、よし、オッケー。よーし、ここのベッドもらうぞ。影丸寝てるからやっちゃって。ここのベッドもらうからな。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ターゲティか、オッケー、オッケー、あとやってくわ。ナイス。なんかよくわかんないローラが通ったわ。いや、俺さっくん、え、さっくんって一回落とした？阿部ちゃん。ああ、最初落としたかも。うわー、ごめん。いや、でもそれはなんかローンが通ったからな。でもタイミング完璧だった。さすが。いや、ごめん、俺ね、アベレージのトーテム2本を犠牲にめっちゃ白くなろうとした。いやいや、全然。あ、痛いです。いや、それがさ、私めっちゃ白すぎてさ。そうだろう、あれめっちゃ頑張ったんだよ。よしよしよし、ナイス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 、ジージー。よしよしよし、ごめんね、サックン。サックン一回落ちてたのか。普通に勝ち切ろうと思ったけどね。さっくん自身も忘れてたの、落ちたの。え、どういうこと？それ忘れてたの。あ、忘れてたのか。いや、それはそれは俺がラッキーだったわ。なるほど。いや、いや、俺ナイス。勝ったな。ナイス。これ最近傀儡で苦しむの、いつもさっくんと対抗するときなんだから。でも、もうちょっと早めにやっとくから。僕がちゃんと言えたかったけど、あの、そこは開ける必要なかったね。サックンが死んでた、生きてた。そうだね。開ける必要はない、影丸もさ。多分誰もサックンが2ダウン目ってことに気づいてなかった、俺ですら。いやー、まあでも、僕もサックンがどうしてたこと知らなかったから、申し訳ないですよ。いや、申し訳ない。把握が。影丸さん、よくローラー飲んで潜伏してくれましたね。いや、もう死ぬほど、めちゃくちゃ自分から提案したわ。いや、めちゃくちゃいい、僕。ナイス。それのおかげでマスクも開かなかったし、最後もこの。そうね。いや、俺最初マスクもらえないなと思って。いや、悔しいですね、今の負けね。やったー。アベレージ。うまかったな。ナイス、ナイス。ありがとうございました。あったかみ。いや、面白い、でも。嬉しいね。いや、もう遅延させるしかなかったですよ、あれは、議論を。いや、僕ね、でもね、上でね、アベレージ。サクごめん。近距離持って行く。こいつ。好きなだけ殴ってくれ。俺はもう遅延させるためにいっぱい伸ばしたんだ。俺はもう隠しろだったんだから、なんかそんな来るかな。いや、もう押し通すしかなかった。カイラ目線はもうあれは。いや、私とアベちゃん目線がね、影丸くんすごい白かったんよね。そう、俺ね、二人が見つけてないトーテムわざわざ見つけて、あれ、ミジュキチここから来たわって。でも関係死んでないけど、俺あれだよ、アベレイさんに殺されたか持ってきてるからね。いや、そうなんだ。それ知らなかったんだよね。それ知らなかったんだよな、俺も。知らなかったね。やばかったら逃げてたな。ほら、やめべ君のもとに、こうからこさのよなら二人。ほら、やめべ君のもとに、いや、心配いらね、俺ら二人。ほら、やめべ君のもとに、こうからこさのよなら二人。ほら、やめべ君のもとに、きっと変わらね、俺ら二人。